部屋に友人を呼びゲームをしているのか、今までは深夜から朝方まで騒いでることが多かった。最近は深夜の騒ぎが減ったものの、昼間に友人とゲームでもして興奮しているのか、ちょっと待って、実況することが何回か続いている。めちゃめちゃそれ気になるんだけどさ、全時間チェックされてるじゃん。そう、全時間チェックされてるんですよ。その人は家出てないんか。おい、隣ニートだろそれ。それはいなかったら気づけないはずなんだが。隣配信者か、もしかして。なんだこれ。度が過ぎてると思うし、汚い英語の言葉を叫んでいることも多く、汚い英語を叫んでいることも多く、もうなんて言ってるかがバレてるじゃん。え、当局つけられてないの、それ。それは薄ないか、やばいって。これね、ボンス必要です。あ、ほんまこれ、これ騒音、騒音内容とか言って。え、でもこれさ、本書面は周辺のっていうか、ワンチャンレオくんちじゃない説ない？いや、ないよ。ないか。ないよ。だって汚い英語を叫んでるわ、もうこれ完全にくがりをしている。さすがに俺かもしれない、これは。ね、これを、まあ、何回かみたいな。あ、何回か。あったよな。まあ、たまに内容変わったり。汚い英語好きだな、僕。先に仕掛けるこっちから、あの、もう全然日本語わからない体でベラ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 しゃべ、しゃべろ。あー、なるほどなるほど、英語でめっちゃ、なんで戦おうとしてんの。それか、すみませんって言って、すみません、日本語わかりません、わかりません、あの、うるさい、うるさい、うるさい、壁どうなってる、壁全部日本語やっぱ。うるさいって聞こう。うるさい。あ、じゃあ、一回聞いてみて。汚い英語って何？読めてんじゃねえかよ。どれのこと？汚い英語教えてほしい。どれのことかな？具体的にどれ？読めてんのよ。Fuck。あ、やばい、すみません。ファックって言ってんだよな、もう。ナイス。言ってない、言ってない。いや、全然完璧にしたよね。さすがに無理だろ。さすがに無理。